つくばエクスプレス秋葉原駅に直結するターミナルビルが4月17日にオープンしました。これは大阪の阪急電鉄が2006年6月より建設を進めていた地下2階地上18階建ての商業ホテルの複合ビルです。地上6階から18階までは系列の阪急阪神第一ホテルグループが展開する新業態のホテルレム秋葉原が入居しています。レム秋葉原は快適な眠り快眠をコンセプトとし、ベッド製造業者と共同開発したオリジナルベッドを導入、また枕もフロントで選べるようになっています。女性専用のレディースフロアの導入や部屋からの眺望など他のシティホテルとの差別化を図っています。地下2階から地上6階まではレストランやショップなど18店舗が入居する秋葉トリムとなっています。中でも地下1階にはラジコンの京商が運営するサーキットバー京商秋葉原があります。長めの直線が売りのラジコンカー用のサーキットコースやラジコンカーの初心者向けに無料で操作の講習が受けられるサービスを用意しています。また店内でサーキットを見ながら食事やドリンクを楽しめるようになっています。阪急電鉄では駅に直結している利便性とバラエティに富んだ店舗構成を生かして近隣の改札止めの人や駅の利用者を取り込みたい考えです。